ハロー YouTube。いつもご視聴ありがとうございます。月光プラモ日記です。今回は三国総決伝、芝居デスティニーガンダムと HG デスティニーガンダムをミキシング&ジェント層します。このチャンネルはガンプラのジェント層をしていくチャンネルです。チャンネル登録お願いします。まずは顔パーツから合わせてみて、イメージを膨らませます。大体のところで安って角度合わせ。SD 芝居の頭部のパーツも使いたかったのですが、考えが及ばず、頭部の裏についていたパーツで代用してみます。続いて足についているクリアパーツを HG の腰につけれないか模索しています。いけそうなので、まずは毛がき針で当たりをつけてから穴を広げていこうかと思います。ゴッドハンドのドリルピットを購入したので、そちらを使っていきましょう。当たりをつけたところに1ミリのビットで、グリグリと穴を開けます。1.5、2.0、3.0 ミリと徐々に穴を広げました。SD のジョイントは3ミリと、小耳に挟んだことがあるので、3ミリまでやりました。少しきつかったですが、再度 3.0 ミリで穴を撫でたら、この通りスッと入りました。次に、この肩周りの部分を回収します。思えば、ここが一番苦戦したところになりました。模様が入っているので、SD 芝居の肩パーツを使おうかと思い、HG の上から被せるようにならないかと、肩パーツの中身をくり抜こうとして、四苦八苦。結果無駄に壊しただけになり、少し削るだけで SD の肩パーツが入ることに気づきました。リューターで少し当たるところを丸く削ったらすっぽり入ります。次は腰のパーツをつける方法を探ります。ここは出っ張りの部分を取って少し削れば OK。芝居の目玉武器、煉獄魔杖はそのまま取り付け、足につけるものがなく、ボリュームがないので、コテのパーツをつけてみます。どうしても、この頭のパーツを使いたかったので、腰後ろにつけてみようかとしています。実は、ここが、本体的な中二病っぽい発想。ドリルとヤスリで、ガシガシ削ります。腰のパーツが余ったので、改造して足します。洗浄して猫の手につけて、塗装準備。では塗装開始、ピンクサッカラ。久々登場のシルバーさん。アンテナなどの黄色はゴールドさ。ヤスリで丸まっていた先端などはシャープにしました。プラが青いところは、すべてオレンジ色の強い金色っぽくしようと思ってますので、先にステンレスシルバー拭きます。白のパーツは今回ダークステンレスシルバーにしてみます。いまいち違いが分かりませんでしたが、ステンレスシルバーと並べてみると確かに暗めですね。こちらはスターブライトプラス。このパーツは後ほどマスキングして塗り分けます。
からやっていきます。イニシアーズ、メタルレッド、好みの色ではないんですが、使い続けていたら安定の色になってきました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価お願いします。